旅人、俺が調査していたことを君に教える時が来たね。やっぱり鋭いね。君の目は人の心を見透かしてるんじゃないかって。今回はすごく楽しかった。正直稲妻はかなり好きだよ。些細な厄介ごと、そしてそれがもたらす絵、もともとはこの秘境が残氷と関係していると思いここへ来たのさ。だけど彼はいなかった。神の心を持った残氷は俺たちと連絡を絶った。これにはおそらく何か裏がある。だが残氷がこんなことをするのも俺は全く予想していなかったわけじゃないよ。俺が戦いを求めてファトゥスになったのと同じように、ファトゥスの多くは自分の目的を持っている。あの心はもう少し泳がせておこう。いつかどこに行ったのかがわかる。その時は君ならどう選択する？旅人、君のほんと、もう少しここにいたかったね。長く滞在すればするほど次に会った時の喜びも大きくなる。夜空の星のように君はいつも多くの驚きをもたらしてくれる。俺の相棒。